e ベースボールプロスピエースリーグセリーグ監督座談会。さあ始まりました。本日は e ベースボールプロスピエースリーグ通称スピリーグの監督の皆様にお集まりいただきまして、開幕前にシーズン展望を占う監督座談会を行っていきたいと思います。進行役は私清水久志が務めてまいります。そしてアシスタント MC の古田千佐子です。よろしくお願いいたします。さあ古田さんはカープ女子として知られていらっしゃいますけれども、今シーズンのカープどうだったでしょうか。もう先ほど石原さんに挨拶させていただいたら残念だったね、元気出してと言われまして早速慰められたんですね。OB の方に慰められております。悔しい思いをしたファンの皆さんも、はい、その借りをここで返すことができる。そうですね、ここに返したいとなるほど、ある球団を今名指しで指定されましたけども、それはまた後々ご紹介してまいりましょう、はいはい。さあ今日はですね、モバイルゲームプロ野球スピリッツエースを用いました e スポーツイベント e ベースボールプロスピエースリーグにつきまして、セントラルリーグ各チームのスピリーグの監督の皆様にお話を伺ってまいりたいと思います。それでは各球団のスピリーグ監督をご紹介しましょう。読売ジャイアンツ岡島秀樹監督お願いします。続いて阪神タイガース檜山慎二郎監督よろしくお願いします。中日ドラゴンズは吉見一輝監督よろしくお願いします。横浜 DeNA ベイスターズ田村仁監督よろしくお願いします。広島東洋カープ石原良幸監督よろしくお願いします。そして東京ヤクルトスワローズは真中満監督と言いたいところなんですが、実は真中監督残念ながらご都合が合わず、今日はビデオメッセージでのご参加となります。来てほしかったな。逆に言いたい放題言えるというのもあるんですけど、ね、そうなんですよね、ぜひちょっと、スワローズに物申す。今年ちょっとね、あの本当のプロ野球はスワローズが大躍進しましたんでね、そっちで忙しいんですね、はい、かもしれませんけれども、はい、どうでしょうか。超有名プロ野球選手ばかり OB の方ですけれども、はい、いかがですか。もう現役時代皆さん見てた方ばかりなので、もうドキドキワクワクで、ドキドキワクワクちょっと仕事を忘れないようにぜひファンの一人として楽しんでいただきたいと思いますけれどもね、はい、さあそれでは早速ですが、今回は丸×で答えていただけるお題をこれから出題させていただきます。こちらをですね出してお答えをいただきたいと思います。このお題は古田さんから出題の方をお願いいたします。はい、今皆さんにはスピリーグのユニフォームを着ていただいていますが、正直自分のユニフォーム姿はこの中で一番似合っていると思う、丸か×か。お上げください、どうぞ。おっと、丸が3人、×が2人、それぞれの出身球団のユニフォーム、ちょっとプロ野球の時とは違いますが、この袖を通すっていうのは檜山さん、まずどんなお気持ちですか。いや嬉しいですよ、やっぱりちょっと違ったね形でね、まあ見守り隊になりますけども、はい、でもやっぱりちょっとあのなんか選手の起用とかね、順番とかもあるだろうし、緊張してますよ。あ、そうですか。ジャイアンツの岡島監督はいろんな球団のユニフォーム着られた中で、またジャイアンツのユニフォーム、まあそうですね、まあ日本の球団だったらジャイアンツのユニフォームがやっぱり一番似合うのかなと思ってましたし、でやっぱりこのね12球団、まあ、そのジャイアンツを代表しているので、まあ、そういう意味ではやっぱりこうやるのは選手なんですけども、やっぱそこをしっかりサポートしていきたいなと思いますけどね、はい、この×を出されたのがついこの間まで現役を続けられてきた、どちらかというとお二人という感じなんですけども、石原監督気になりますね。そうです、あの先輩方の似合ってる姿見たら、いや叶わないですねそうです、僕もう叶わないんで×を出させていただきました。そこはカープ女子いかがですか。石原さんって本当に謙虚でいらっしゃるので、ですよね、はい真中満監督はどんなユニフォームの着心地考えていらっしゃるんでしょうか。どうぞ。丸でいきます。まあでも基本ね、何でも似合うと思ってますので、似合ってる方向で、いきたいと思います。丸です。檜山監督いかがですか。真中監督は、まあ、でも一番丸々としてますよ ねやっぱりね、貫禄はやっぱりかなり そういう意味では、あ、まあ、また現役監督もしましたからね、まあね実際に、はい。さあそれではどんどんと続いてのお題に参りましょう。スピリーグ監督の話を受けてからプロスピエースを結構プレイした、丸か×か。ではお願いします。どうぞ。おっと、
やはりこの出し方に皆さんの気持ちがこだわっておりますが、丸は2人、×が3人で、丸のお二人は比較的スッと出ましたね。吉見さん、はい、結構スッと上がったように見えましたけども。そうなんです、現役の時はしてなかったんですよ。引退する前ぐらいですかね、するなったんですけど、まあ、この話をいただいてからかなり時間を使いましたね。結構ドラゴンズはもともと選手の皆さんもあのゲームがお好きな選手がいっぱいいたりっていうイメージがあるんですけど、はい、吉見さんはその中ではあまりやっていなかった方。僕は、はい、グラウンドでは携帯いじらないようにしたので、グラウンドではロッカーでは。でも今、まあ、他の球団の方もそうだと思うんですけど、結構いじりますよね。いじってる選手多いみたいな、ね、何してるんだろうって見ると、ね、大体みんなプロスピしてるイメージですね。すごい。そうですか。田原監督も、はい、もうね、解説もされていらっしゃいましたので、そうですね、いろいろ知識と経験あると思います。はい、一緒にこう、ね、プロスピエースの解説もさせてもらいましたし、 e ベースボールの場合はパワープロもしてもらいましたし、そういう部分で e ベースボールに関してはいろいろとこう知識をやはり吉見さんもそうですけど入れておかないといけないので、もうかなり自分ではやるようにはしましたね。実際プレーしてこの5人でプロスピで対戦したら一番強いんじゃないかぐらいの。いやー、前回でも僕昨年ですかね、大会出ましたけど全く、はい、打てずに終わりましたから、はい、まあ、その部分では今こう練習をしててどうかな。あ、でも吉見さんは強そうですね。なるほどね。どういう風になっていくでしょうか。実際その OB ちゃんにも出られた巨人岡島監督でいらっしゃいますが、罰ですか。その頃ぐらいからちょっとやり始めてたので、はい、これがきっかけっていうのはないですね。その前からもうやってたので、ね、やっぱり子供がねやってたので、それをまあ真似てこうやってましたけども。お子さんとやったらどっちがパパが強い。いや、僕ら弱いですよ、やっぱり。あ、そうですか。子供さんの方がやっぱりね、ね、動きが早いですし、まあ、そういうのやっぱりすごいですよね、はい。東京ヤクルトスワローズ真中満監督はこのようにお答えになりました。大いに丸です。これでもね、監督の話をいただく前から、去年ぐらいからね、ちょっとこの仕事を関係いただいているので、もう1年間めちゃくちゃやってます。今リーグなんだっけ、レベル118とかなんですから、レベル118とかなんですから、まあまあ、やってるんじゃないかというふうに思います。丸です。やり込んでる感じはありますが、ちなみにこの中レベル118を超えている方はいらっしゃいますか。いらっしゃらない。中日吉見監督いかがですか、今のご覧になって。ちょっとびっくりしましたね。ちょっと不安になってきたんですけど、まあ、まだ時間があるので。そうですね、はいはい、挽回したいなと思います。皆さんには実際にプロスピエースの中でタイムスリップ選手として登場いただいていたりしますが、ゲーム内での自分の能力値をすごく気にしている。丸か×かお願いします。能力値どうでしょうか。丸丸丸×一人岡島監督だけとなりました。ここは一人だけ×なので、ちょっとジャイアンツの岡島監督に伺いますが、はい、あんまり気にしないですよ僕はね。あ、そうですか。投げ方がそっくりなので、まあ、そこだけでもいいなっていう下向いて投げる能力投法をされてるので、まあ、それだけで十分だなと僕は思ってるんですけどね。そうですか。はい、内容は別にね、まあ、悪くても良くても別にそこはね気にしないですけども、投げ方がそっくりなので、もうそこでもうOK かなって感じですかね。ビジュアルはもう丸だけど、ね、能力じゃ気にしないって意味ですね。はいです、はいはい、不満というわけではないですね、はいはい、石原監督、はい、丸を挙げられました。実際のところ、まあね、ミートパワーなどの値ももちろんですが、特殊能力っていうのがやはり皆さん気にされる部分が特にあると思いますが、逆境に強くさよなら男というところもありますが、はい、実は何気にいろんなさよならをやってます。打つだけじゃないですけどね、いろんなさよならを。そこは古田さんご存知で、いろんなさよならで笑いが起きてますけれども。そうですね、経験させていただきましたね、はい、それがついててとても嬉しいですね。続いては阪神タイガース檜山慎二郎監督の丸、はい、さあ檜山監督、どこにまずふっと目がいきますか。ふっとですか。あ、いいですね。超粘り打ち。粘り打ち、あー、なるほど。でもこれだからといってこうファールファールファールとかしてこう相手のピッチャーは肩消耗していくんですかね。あ、実際に球数自体はスタミナの部分がスタミナがね、うん、なるほどなるほど。あとはやっぱりいいボールを呼び込む、相手がミスピッチをねしやすくなります。なるほどなるほど、はい、こうなればとにかく追い込まれても能力は下がらないというところが檜山さんの。というのはもう僕を出すときはちょっとバットを短く持ってもうミート打ちちょっと心がけてほしいなというふうに思いますね。さあ、これを受けて今度は東京ヤクルトスワローズ真中満監督はご自身の能力値を気にしているんでしょうか。どうぞ。これも丸です。
やっぱりですね、プロ野球としてね関わっている以上は僕も、まあ、人と比べるのはあんま好きじゃないんですけども、やっぱりいい数字が欲しいなというふうに思ってます。だからまあ、自分の能力以外にね、コナミさんとうまくしっかり付き合って、数値を上げていただこうというふうに思ってます。丸です。なんか一つ裏技みたいなことをおっしゃいましたけども、コナミさんと付き合いがあると数字がいいんでしょうか。そんなマラカさん、今井山監督が急に媚びを言い出しましたけどもね向こうにいるスタッフの方にお辞儀をしだしましたけど、はい、さあそれでは続いてのお題に参りましょう。この中に現役時代すごく苦手にしていた、もしくは逆にカモにしていた相手がいる、丸か×かお伺いします。ではお願いします。なかなか上がらないが、2人が丸をまず出した。そして吉見監督も丸を出し、長村監督を出して、岡島監督は×。さあ苦手にしてたのかカモにしてたのか、石原監督、広島の石原監督いかがでしょうか。そうですね、キャッチャーをしてましたので、檜山さんと田村さんにはめちゃくちゃいいところで打たれた記憶がありますし、キャッチャーとして打ち取るのがすごく大変だった、苦いイメージがありますね。そうですか、横抑えたというイメージよりも打たれた方が、打たれたイメージしかほとんどないですね。本当に檜山さんはチャンスで出てこられて必ず打たれてたイメージもありますし、田村さんの追い込まれての逆方向、それがまたホームランにもなるんですよね。もう痛いところでホームランも打たれましたし、そういう記憶しかないですね。ちょっとそのお二人がね、その記憶が、いやもう 今そういうふうに言われるとなんかすごくこうなんかどんどん有頂天になってきますけどまあでもゲームになったらね、これはもうちゃんと真剣勝負するからね、もうはい、ありがたいですね。はい、田村さんいかがですか。そうですね、そうやって思ってもらえるっていうことも本当嬉しいですし、まあ、こう打席に入るときにいつもこう一番最初にこう挨拶もしてくれたんで、本当にいいキャッチャーだなと思いながら人間性の部分でまずは、はい、でも広島戦じゃ打ちまくったというイメージはご一緒の中では、ですね、その年によりますね。東京ヤクルト真中満監督は苦手にしていた、カモにしていた相手はいらっしゃるんでしょうか。カモとか苦手、これちょっと苦手とかカモとかはこのメンバーにはいないかなっていうふうに思うんですけど、ただね、僕は阪神のね、檜山さんとはね、大学時代からもよく試合をやってまして、まあ、檜山さんは東洋大学、僕は日大なんですけども、檜山さんを意識して常にこうプレーをしてました。この人より上手くなればプロ野球に入れるかなみたいな感じでやってましたんで、まあ、もちろんプロに入ってからも檜山さんは非常に意識してましたので、丸か丸です、はい、得意不得意ではなく意識の部分でいただきました。檜山さん、これを話を聞いていかがですか。嬉しいですね。いや僕も大学時代から彼注目しましたからね、はい、同じ左バッターで、はい、で一つしか年変わらないので、すごくなんかこう、まあ、現役時代も話よくしてましたしね、こう入れ替わる時とかにね、はい、さあということで得意不得意も伺いましたが、続いてのお題に参りましょう。ここだけには絶対負けたくないという球団がある、丸か×か、ではお願いします。どうだ、おっと檜山監督早い。その他は少し遅れを取って×のお二人が続いていきましたけれども、檜山監督、はい、即上がりました。はい、もう僕はヤクルトです。おやっぱりシーズンね、やっぱり今シーズン負けてますし、はい、日本シリーズ決定ね、躍動しましたしね、まあやっぱり負けたくないですね。あとやっぱ真中監督でしょこれもありますよ。これ今もう明らかに真中監督からのそのライバル対決を意識してますね。示唆されましたよね、はい、僕もやっぱり意識しますね。ここはねロースターも含めてちょっと気になるところ、はい、もうはい、負けないですよ。さあジャイアンツ岡島監督、はい、丸を上げられました。まあ、そうですね、やっぱり阪神はやっぱライバルだと思うので、伝統の一戦、そうやっぱそこはやっぱ負けられないなっていうのがありますよね。はい、そう、檜山さんも最初それが上がるかなと思ったらヤクルトだったので、まあ、そういう意味では岡島さん、ヤクルトというところもね、ヤクルトもやっぱり強いですけども、やっぱりその中でやっぱジャイアンツはファンの人たちはやっぱり阪神には負けたくないっていうのはあると思うんで、まあそこはやっぱりこう伝統の一戦を大事にしていきたいなと思います。はい、これはねゲームの世界でもね絶対ありますよ。お互いね、あると思いますよ。ジャイアンツファン、阪神ファンはね、もうそのあたりはもう僕選手3人にプレッシャーかけますよ。そうですか。そうなりますよね。さあそれでは。真中満監督、東京ヤクルトの真中監督は負けたくない球団あるんでしょうか。ここだけか、まあ、全部に負けたくないですけど、やっぱりこうしましょうか、丸ですね。まあ、クライマックスシリーズもね、ジャイアンツ今戦ってますしね、
やっぱり僕らも東京の、ね、あのヤクルトの出身ですから常にこう巨人を意識して戦ってましたので、ジャイアンツだけは負けたくないです。丸です。ジャイアンツを名指しされました、東京の覇権をかけてといったところで、いや岡島監督、はい、もう一つ球団から指名を受けましたけど、いやですねやっぱり野球とはね、やっぱり強いですからね、選手は頑張ってほしいなと思いますけど、ね、僕はねできないので、うん、選手にやっぱ頑張ってもらうっていうのが伝えたいですけどね、はい、一方で檜山監督がちょっと肩透かしにあったような感じになってしまいましたけど、いやあんなこと言ってるとね足元すくわれますよはい、はい、本当に今もう巻き立つね炎がメラメラと、はい、もう、はい、頑張らしますよ。さあ和田監督の初陣はどうなっていくんでしょうか、はい、さあそれでは続いてのお題に参りましょう。セリーグ優勝、そして日本一になるのは当然自分の球団だと思っている、丸か×かお願いします。お願いします。いやもうこれはもう即決即断でありがとうございますね。ベイスターズ田村監督、はい、ポイントも含めてその気持ちを伺いたいんですが。そうですね、あの予選を見ていて、あの、ね、3名決まりましたけど、本当にこう素晴らしいこうゲームプランであったりとか、本当にこうスティックの動かし方であったりとか素晴らしかったので、まあ、彼らに本当にこう頑張ってもらいたいなというのがありますけど、やっぱりこう優勝を目指して、誰か言ったかあれですけど、あのやっぱりこう一つ一つあの勝っていって、それがもう最終的にあのやはり優勝争いできて、でそこでこう狙いに行けるような精神力を持って、行ってもらえたら、おのずとこう、ね、一番、頂点に行けるんじゃないかなとは思ってますね。なので選手たちには本当にいろいろ葉っぱをかけて頑張ってもらいたいなと思いますね。さあ今度は中日吉見和監督ですが、もちろん当然もちろんです、はい、やはりあの勝ち抜いてきた3人なので、能力はもう十分だと思いますけども、あの勝っていくことでチームワークもできてくると思いますし、まあ、あの僕は投手出身なので、まあ、点は欲しいですけど、守り勝つ、試合をしていきたいなと思いますね。さあそして東京ヤクルト、 e ベースボールについてはこの人はいろいろ知っていますが、和中満監督はどうでしょうか。丸です。まあ、根拠は全くないんですけども、高津監督もね今年は絶対大丈夫という言葉でね、話してましたので、僕は多分大丈夫で、どうでしょうか、多分なんとかなるんじゃないかということで丸です。強気なのか弱気なのかよく分かりませんけれど、絶対大丈夫になるので多分大丈夫。いやでもここはもう田村監督もね余裕が少しありそうな感じもありますよ ね、 ありますよね。もう座り方にもそうですよねちょっともう後ろにこうなってますからもう余裕を感じますけど、まあ、そこにやっぱり勝っていかないといけないので、やはり、はい、選手たちといろいろ話し合いながら、なんですか、策をこう考えてですね挑んでいきたいなと思いますけどね。はい、さあ丸バスでお答えいただくお題は以上となります。さて e ベースボールプロスピエースリーグスピリーグ、ここで12月4日土曜日にセリーグ開幕戦を迎えますが、そのカードをご紹介しましょう。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ。さあそれでは皆さんにですね、お一言ずつ開幕戦向けての意気込みを伺っていきたいと思います。読売ジャイアンツ岡島監督いかがでしょうか。ベイスターズです。そうですね、やっぱり初戦を取らないと、ね、話にならないと思いますので、まあ、初戦を取って勢いついて、次につながると思いますので、まあ、初戦はしっかり取っていきたいなと思いますね。横浜 DeNA ベイスターズ田村監督、やはりあの、ね、先ほども言われましたけど、あの初戦でしかも1試合目本当に、ね、あの大事になってきますから、その選手をどういうふうに、ピックアップするのかっていうのも大事になってくると思いますし、まあ、本当に、ね、ジャイアンツにこう勝っていけばいい形でその後のシーズンっていうのも、繋いでいけるんじゃないかなと思いますので、必ずその、ね、初戦というものをしっかりと、勝ちに結びつけたいなと、はい、思います。続いては阪神タイガース檜山慎二郎監督、開幕戦から大一番になりそうです。なりそうですね、これ大いに盛り上がると思うんですよ。ということはやっぱりその初戦で勝つと、もうどんどんとこうリズム乗っていけると思うんで、もう本当にそこに集中していきたいなというふうに思いますね。であとは真中監督の鼻をへし折っちゃおうっていうね、はい。で、スワローズの真中監督は、まあ、こちらもビデオメッセージで、はい、ご覧いただきます。まあ、本当にね、タイガースの監督は檜山さんということで、僕は昔からよくお付き合いのある監督であります。絶対負けないように、選手を叱咤激励して、
戦っていきますので負けません。檜山さんには、それでは選手頑張れ。名指しの方をなんか今でも言い方も選手任せない言い方でしたね完全ね。そういうチームスタイルなのかもしれませんね、ヤクルトというのは。広島東洋カープ石原監督、相手はドラゴンズという開幕戦です。はい、そうですね、本当にいい流れを作るためにもね、初戦開幕戦というのを、必ず取れるように頑張ってやっていきたいと思いますし、まあ、吉見監督っていうことで、ね、こう攻めるピッチングの方もね、緻密な、話し合いも多分行われてると思うんでね、そこも対戦する中で、楽しみながら、そして打てるように研究しながらやっていきたいと思いますね。では最後にドラゴンズ吉見監督お願いします。はい、はい、皆さん言われた通り初戦って大事だと思うんですけど、やはり勝って頭を取ってスタートダッシュをして、一気にそのまま、いけるようにバックアップしていきたいなと思います。皆様ありがとうございます。どのスピリーグ監督もですね、気合が感じられて、いろいろな思いが交錯する座談会、シーズン開幕が本当に楽しみになってまいりました。話題はなかなかつけないんですけれども、本日のこのセントラルリーグスピリーグ監督座談会はこの時間でお開きとさせていただきます。スピリーグ監督の皆さん、お忙しいところお集まりいただきありがとうございました。それでは12月4日土曜日はセントラルリーグ、そして12月5日日曜日はパシフィックリーグが開幕となります。皆様スピリーグ開幕戦でお会いしましょう。さようなら。スピリーグヤクルト監督の真中満です。今年はこのメンバーで戦っていきます。吉原和志です。プレイヤーネームはゼルコバです。勢いをものにするプレーには自信があります。真中監督を6年ぶりの優勝監督に導きます。亀山龍之介です。プレイヤーネームは学校通算1ホーマーです。自分の打撃でチームを勝利に導けるように頑張ります。谷村直之です。プレイヤーネームは谷村です。多分大丈夫、任せたぞ、頑張ります。任せたぞ、任せてください。任せたぞ、多分大丈夫です。